FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー。東隆弘さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信行です。花尾信行です。火曜パート内席スタート山崎圭です。ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちょっとね、圭ちゃんの目がね、うん、あ、そうなんです。先週もちょっと赤かったじゃないですか。そう、あの日から始まりました。あの日から始まって、そう。どん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 目が悪化して腫れちゃったね。腫れちゃってね。そうなんですね。そうですけど、痛いし涙が止まんなくて。あら、そうなんです。そうなの。はい、この娘ちゃんのやつを。そうです、子供がなって映っちゃった感じです。うん、だからもう今触らないようにして。全然開かない。そう、開かないんですよ。開かないし涙がずっと。真っ赤だね。そう、だからなんか辛いことあった人みたいに見えるかなと思って。泣き晴らした人みたいな。泣き晴らした人みたいな。そうなんですよ、ね、え、大変だ。ちょっとそうなんです。大丈夫なの、仕事は。そうなんですよ。だから体はめちゃくちゃ元気なんで、うん、で、その目触ったりしなければ映ったりもしないんで、だからとにかく目を触らないようにして、うん、一応舞台には出てるんですけど、うん、でもお客さん気になるよなとか思いつつ。お客さんはちょっと気になるかもな。うん、そうなんですよ、ね。でも後ろの方の人は見えないから多分。うん、後ろの人は見えないね。見えないですよね。うん、見えない。でもこんなに目が赤い人私は見たことなくて。うん、結構派手に。結構派手に赤いですよね。うんうん、色付きのメガネとかにして急に急にグラサンみたいな。これを機にいいかもしれないですね。なんかイメチェンで、うん、薄い色のサングラスとか。そうそうそう、ちょっと色つけるだけで違うでしょ。うん、あ、そうかもしんない。うん、なんか山沿いがなんか外でかけてるやつ色ついてんな。ちょっとあれ借りてちょっと借りて出てくる。洗って返せばいいか。あれ、あ、そうだ、洗って返さないといけない、映っちゃうから。そうだね。そうなんですよ。涙が止まらなくて。ちょっと気をつけないよ、ね。はい、皆さんも目触る。あ、もう早速触ってますけど。俺触っちゃう。あんまり触っちゃう。癖で触っちゃうと。私も触らないようにしてますけど。あ、そうそう、うちらも映っちゃうかもしれない。映っちゃうかもしれない。普段伊達メガネをかけて、はい、舞台に立ってますよね。そうなんですよ。だから、うん、これは土入りのメガネなんですけど、いつもでも動画入ってると目が小さく見えるんですよ。うん、で山添に、うん、この土入りのメガネといつもかけてるメガネと両方したら、うん、でもいつものやつの方が、うん、目が小さくなると余計なんか目が病気なのかなってなるから、うん、って言われるんですけども全然見えないんですよ。うん、コンタクトしないと言ってそれかけると。あ、そうか。それは別にでも、はい、大丈夫、お客さんが見えないだけでしょ。あ、そうなんです。でもこの前なんか食べる仕事があって、うんうん、このキノコ美味しいって言ったんですけど、うん、そのお椀にキノコが入ったことが見えないんですよ。これその手元で全部茶色かったです。全部なんか煮てあって、あの芋煮のが全部煮てあるから、うん、芋は丸いから分かるんですけど、 あと茶色い塊はなんだか分かんなくて、うん、目こんなあの手元まで近づけて、ね、あ、舞茸が入ってるやばいね。メガネかけてんのに、うん、ってなっちゃって。あ、なっちゃったんだ。そうなんですよ。そうか、コンタクトできないんだ。やっぱちょっと今ちょっとできないですね。ああ、いや、そう、これ大変だ。その、土入りメガネで過ごすしかないだろうね。そうなんです、しばらくは。しばらくは、もうね、はい、安静にして。もう薬もないらしいんで。ええー、そうなんだ。そう、名所に行ったら言われました。一応目薬出しますけど、で、子供は治ったんですよ。お子さんが治ったのも、目薬のおかげじゃないんで、って。あ、時間が経ったから治っただけです。そうなんだ、うん。これ以上、なんかこう、なんていうんですか、合併症とか起こさないための目薬ぐらいしかないらしくて。ああ、なるほどね。もう、ほっとくしかないです。ほっとくしかないんだ。そうなんです。もうお酒はあんま飲まない方がいいんだよ。栄養とかさ、そういう。あ、もう今はお酒飲まない方がいい。うん。ドキリ。ドキ。ドキ。下手だな。ドキリ。ドキリ。お酒飲んでなくていいのかな。え、ダメか。関係ないの。家で飲んでますよ。家で飲んでる。いや、でも、ね、やっぱあれだよ。ね、うん、免疫。なんか俺は今治癒力落ちちゃうと調子悪いから、うん、あのお医者さんにちょっとお酒しばらく我慢してくださいって言われて、はい、やっぱりあの辛いもんとかあお酒は絶対ダメだって言われてね。そうで、まあ一回やめた方が早く治ると。今日ピザ食べたんだよ昼、うんうん、パンのお惣菜の、はい、うん、意外に辛めだったね。ああ、じゃあもうダメだ。これもうダメだなと思ってすごいショックだった。それぐらいは大丈夫。見た目甘そうだったのに意外に辛かったからさ、うん、パンで辛いの珍しいです、うん、辛めのピザだったから、うんうん、あ、もうダメだと思って。やっぱ良くないんだ、辛いの、うん、辛いの刺激物が良くないって、うん、だから多分お酒もあんまり
良くないんじゃない？メモね。メモ、うんうん。でも言われてないです。聞いてみたら多分。だから聞かない。飲みたい。でも山ほどは飲んでないですか、ね。食欲はあるもんね。全然あります。もう超元気です。子供も目が腫れてただけで、めちゃくちゃ元気でしたし。うんうんうんめちゃくちゃ元気。100% の状態っていうのはもうないって思っといた方がいいよ、いや、本当にそうなってきました。うん、そうなってきたでしょ。うん。この特に、この3ヶ月ぐらいは、どっか何かしてますね。ね。うん。どこか何か調子悪いよね。うん。ね。よくなったと思ったら今度また違うとこが。そうですよね。痛いとかさ。そうなる、そうなるんですよ。なるからね。うん。気をつけます。なんか最悪、うん、最悪の自分を思っといた方がいいのかもしれないね。もうハゲてて。うんえあ、私これぐらいで幸せだって思えるよね。うん。なんか、うん、本当は、このもうハゲてて、うん、太ってて、本当は、うん、みたいな感じを持ってた方がいいのかな、なんか。うん、その、物もらいみたいな感じでハゲるってこと、うん、なんかもうそれを、抗おうとするから、やっぱり、みんななんか薬飲んだりさ、いろいろしてくるわけでしょ、はい、うん。うん。だからまあ、自然に身を任せたら、本当はもっとひどいことになってるかもしれない、うん。まあまあ、そうですね。だよね。うん年相だとね、うんうん。うん。そんな気がするよ。うん。お酒飲まない方がいい。目かかない方がいい。目触んない方がいい。すげえ目かいてるけど。本当に。気をつけてくださいね。そうですね。なんだろう、そのティッシュで、そのさっき。だから涙が止まんないんですよ。涙がもうどんどん流れてくるんで。うん、で、触らないように。なるべく手で触らないようにね。手で触らないように。大変だったね、じゃあね。そうですね。今週だし。うん、一週間、ね、ちょっとね。でも仕事は休んでないのもね。仕事、なんか休む、どうしようかなってめちゃくちゃ迷ったんですけど、うん、でも大人は別に、その、仕事によっては休まなきゃいけない人もいるけど、うん、触ったりする仕事じゃなければいいっていうことだったんで。うんうん、ちょっとね、こう、あの、出役じゃなければね、その眼帯したりとかして。そうですね、うん。別に普通に出れるけど。うん難しいとこだよな。そうなんですよね。はい。早く治るとか。はい。ね。はい。昨日、島田秀平さんと久々に会いまして、うん、あの、島田さんの YouTube、うん、ちょっと一緒にコラボしましょうって。はい。島田秀平さんでね、うん、大体 YouTube って週に2本ぐらい上げるじゃないですか。うん、週に12本ぐらい上げてるんだ、あの人。週に ?12本。何を確かに怖い系の話怖い話じゃそんなにありますか。なんか島田さんって何本かやってんの、うん、YouTube、うん、なんか2つチャンネルあるんだけど、うんまあ、多分その怖い系だけで週に12本ぐらい上げてんだよね、ショート動画じゃないよね。あショートも含めてなんだけど、うん、とにかくいろんな人が島田さんの、うん、とこに行って、うん、もう怖い話を2本ぐらいして、うん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 っていうのをほぼ毎日じゃ分かんないけど、なんか撮ってるから。そうだね。だから、うん、ほぼ聞き役だよね、島田さんは、ね。ほぼ聞き役。うん。それで、だから、ああ、でもそれは怖いですね。で、そういう話ありましたよって最後なんか言うやつで、うん、もうすごいんだよね。だから、出るから、うん、ちょっと確認しようと思って YouTube 見たら、うん、もう、1日前、2日前、うん、5日前、うん、なんか7日前ぐらいで、どんどんいろんな人が怖い話してたの、うん。そんなやってんだっていうぐらいさ。うんで行ってきて俺は、うん、まあ怖い話なんかありますかねって言うから、うん、2本ぐらい怖い話して、まあでも、うん、お化けとか見たことないから、うん、ちょっと実体験の、うん、本当にあった怖い話と、うんまあ、あとなんか UFO とかの、うん、都市伝説とか好きだから、うん、話したらやっぱりそういう広げてくれて、うん、すごい面白くて、うん、でまあこっちのチャンネルは、まあ、怖い話島田さんの YouTube でやったから、うん、なんか違う企画の方がいいのかなと思って、うんあの人ってさ、もうとにかく喋りが上手いじゃない、うん。で、初代稲川淳二杯みたいに優勝してるんだよね。はい、あの、怖い話で。階段の。階段で。賞レースがあった。そう。で、今も審査員とかやってるから、だからもうとにかく怖い話をこうしたらもっと怖くなるっていうの上手いから、だから漫才協会とか、まあ、あと、ハガちゃん、菅野智之とか、もう、漫才業界の森明則さんと菅野智之っていうね、うん、あの本当二人もうとにかく話が下手な二人に電話してちょっと怖い話ありますかっていうから、うん、ありますっていうから、うん、その二人を、まあ、連れて、うん、島田秀平さんのとこに連れて、うん、今からこの二人に怖い話してもらうので、うん、ダメ出ししてくださいっていうやつを取ったんだけど、うんうんはい、それがやっぱもうめちゃくちゃ面白かったね、うん、でそれのパターンが面白すぎて島田さんもなんか、うん、他にポンコツいませんかみたいな顔になってたもんねこのパターンいいなと。このパターンいいな。もう、
なんかやっぱりなんかすごいんだよね、うん、その持ってる話の体験自体はすごい怖いいいネタなんです。それがこう話し方がうまくいかなくてってことなの。まあでもなんかそれもまたねやっぱりいいネタでもないんだよね。そもそも難しいね。それをでも島田さんの手にかかればうまくなる。怖くなるっていうことだね。だから持っちゃうってこと？多分持っちゃうのか。例えばなんかこう病院に誰かが入院してる人が、うん、その病院からいなくなった日に、うん、金縛りにあったって話だったのね、うんうん、でその時にもうなんか手がこういきなり2本、うん、穴に手がいっぱいこう押しつぶされてきたって言って、うん、でその人がいなくなったから、うん、その人の手なのかなって思うじゃん、うん、そしたらもうなんかいっぱい手が出てきてって言っちゃって、うん、それでなんでいっぱいなんだみたいなとことかが、やっぱり引っかかっちゃうんだよね。うん、だから、でもそれ事実なんだって、うん、その母ちゃんからしたら。うん、でも、話の中で言うと、その人が、一人がこういなくなったっていう振りが効いちゃってるから、だから腕が2本で押さえられた方が、その人の霊っていうことに なりますよね。で、その、いっぱいっていう場合には、またいっぱいの振りを、またどっかでちゃんと作った方が、多分、いいですよね。みたいな話をして、ああ、確かにそうだなってなって。それでなんか、もう一個あるんですよ、とかって母ちゃんが言って。うん、なんか、二本あるんですよ、つって。うん、でその、前押し潰された話はもう全然15年ぐらい前の話なんだけど、うんうん、その、なんかこう、この前、なんかコロナかなんかね、うん、去年、ちょっと病院に入院した時に、なんかあの、誰もいない病室に、なんか、カーテンがブワーって揺れて、絶対、あの、誰か幽霊がいました、みたいな話だったんだけど、うん、それ絶対ただ風で揺れただけじゃないのって、もう、いや、うん、いたんですみたいな、そこもなんかオチにしてて、うん、それもなんかもう、オチというか弱すぎるんだけど、それで、なんか、うん、まあ、ちょっとそれはさすがに、カーテンが風で揺れただけだと思うよ、ハガちゃん、みたいな話してて、うん、あ、そうですかね、とかつって、いや、よくそれで、今日来たね、みたいな。いや、でも、実体験なんでって言うの。実体験わかるんだけど、さすがにそれ弱すぎないって言ったら、うん。だから、あの時、お前を殺せなかったっていうので、また来たんですかねとかって言うわけよ。どういうことって言ったら。その前の話。その、同じ病院なんだって。同じ部屋なんだって。だったらそこを先に。絶対そうですね。うん。なんかこの、言わなかったんだ。そう、言わないで、そのまま。うんカーテンが揺れただけ押してるから、うん、それはもう論外ですよねって、うん。ちゃんとその病院の振りをしっかりしなきゃダメですよね、みたいなことをいろいろ言われた、うん、はい、みたいな感じで。そうですね。で、赤ちゃんもなんかもうさ、うん、でもこういう話、あれですよ、できるようになったら、あの、お金とか結構仕事とか来るんですかいや、いや、もうすぐそういうこと考えるから、まあ。っていうから、まあまあ、それはね、まあ本当にまあ今ね、島田さんも優しいから、うん、まあまあね、それ、まあ上手くなったらね、来るかもしれませんけど、みたいな。もう一個森さんがさ、漫才協会にいるのよ。森明則さんっていう一人でね、もう、昔ね、毛皮のデパートで働いてた。デパートのね、そう、社員さんだった。うん。毛皮の発注のね、毛皮の発注を、50着のところを、150着、間違えて注文しちゃって、首になっちゃったんだけど、まあ、それ昨日聞いたらやっぱ50着を150着だったんだけど、うん、もうみんなが盛りすぎて、うん、この話を、うん。で、まあ俺もひどいんだけど、一番ひどい人がもう50着のとこ5万着って言ってる人がいるんだけど、それは違いますと。うんうん、50着のこんな正解150着ですと。うん、100多く、こう、なんかやっちゃって、うん、まあ騙されちゃった話とかしてたんだけど、うんうん、なんかその人は、なんかこういう話あったのって言われて、なんか、昔僕デパートで働いてた時に、うん、クレーム対応の、アルバイトをクレーム対応の社員だったんですと、うんうん、結構いろんなクレームが来るんですと、うん、で紳士服となんか女性服と、うん、なんとか服っていっぱいあると思うんですけど、うん、どの、服のコーナーが一番クレーム来ると思いますかとかって質問する、うんうん、なんでわかんないですね一番多いのは紳士服なんですと。で、なんで紳士服一番多いんですかっていうと、紳士服って大体29,800円で、2セット買えると。う
で、1セット目の時はみんなすごく自分の衣装だと思って集中して買うんだけど、2セット目結構、なんか、適当に買うんだ。そうすると家帰って着ると少しサイズが違ったり、あの、色がちょっと違ったりするから、なんでもうちょっとちゃんと見てくれなかったんだっていうクレームがすごく多い。多いと。っていう話だったの。そのクレームを、なんかすごく多くて、それを謝るなきゃいけないっていうので、結構いろんなとこまで、あの、謝りに行ったっていう話で、それで、なんか一番最初にね、タイトルは何ですかって言ったら、路線図の、路線バスが好きだから、路線バスの、こう、あった時のこういう話っていうタイトルで始めたのに、それがずっとその、クレームの話ばっかりするんだよ。で、それで、いろんな、その話をずっとするの、紳士服のクレームの。それで、で、あの、すごい遠くまで、あの、電車で行った時に、路線バスに乗って、路線バスに僕はすごく興味が持ちましたっていうとこから始まるんだけど、絶対いらないのよ、そのクレームの話。そうですね。初めの4分ぐらい。関係ないでしょ、その先繋がるわけです。一切関係なかった。それも、シワさんが、もうすっごいなんか、いらなくないですかつって。途中でなんであの、クイズとか出したんですか、でクイズ出しちゃうとなんかすごい振りに聞こえちゃうから。そうですね。あ、ダメなんですかつって。むしろちょっと引き込まれちゃいました。ね、無駄に。そうでしょ、はい、なんか後でかかってくるのかな、聞きたいけど。で、思ったらもう全然。関係ないんだ。あ、とんでもない。もう全然意味わかんないオチで。怖いポイントはあった？あ、なかった。え、なんか、じゃ何の話、三崎港に、路線バスで、路線バスがとにかく好きになったと。で、三崎港に行ったら、三崎港の路線バス飲むのが好きで、なんか、そしたらなんかこう、白いビニール袋に、なんか、包まれたものを、誰かお客さんが忘れてバスの後ろになっちゃったと。そしたら、そっからなんか、血みたいな液体がいっぱい出てきて、それで、バスの運転手さんに、すいません、これ、絶対危ないもんですよって言ったら、それよくあるんですよ。マグロの釜ですっていう、なんか結構オチだったの、ミサイクルだから。それを。エピソードトークですね。そうそうだ、ね。そうでしょ、怖くない。怖くない。その、まず、すごいショックだったし、その、マグロっていうので考えてきちゃったのもすごくショックだったし。それを持って島田さんのところに行ったのがね。だけど、すごい練習してきたんだと思うんだよ、森さんも。その、なんかバスの運転手さんの時の演技だけがめっちゃ、なんか知んないけど、そこだけが怖くて。それですか？また今日もあれですか？よくあるんですよ。マグロの釜ですよ。って、なんかそこだけすっごい、ね、なんでそこだけ怖いんだよ、みたいな。練習してきた。そうだ、島田さんに店に行くまでもないんじゃない？それは普通に。普通に話聞いたら、花さんでもわかるダメ出しじゃないそれは。そうですね。だから、俺の方がダメ出してましたね、途中で。そうすると違いますよね。島田さんもなんか、やっぱり、そんなに知らない人だから強く言えないんで。そうですね。その素材から怖くする方法もないだろうしね、多分ね。マグロの。ないだろうね。でも、血が出てるとかって流して言わない方がいいですよね。で、交換、音を使った方がいいですね。音をポトリ。ああ、なるほど。っていう。ああ、よくやるね。だから、そういうのは、すごく、そうそうそう。ポトリ。どうせね、仕事に繋がんないのに、そうですかとかって伝えたりする。どうせとか言うなって。聞いててさ。あと手相もできるじゃん、島田さんが。日本撮りで、2025年、まあもう編集したら10月とかになっちゃうから、2025年漫才協会師匠ブレイクランキングっていうのをね、手相見てやってもらったの。師匠の手相みんな見た？みんな見たの。で、2025年。誰がブレイクするのかとか、この人はどういう人なのかっていうのをちょっと見てもらったんだけど、全部は言えないんだけど、すごいことが分かりまして、まずお盆師匠ですね。お盆師匠っていうのは、マスカケ線って言って、これ僕もあるんですよ。私も両手マスカケ線。え？すごい。ああ、ほんとだ。これまっすぐね。手って書いてあるやつ。ひらがなの手って書いてある。手に手って。あ、そうそう。マスカケ線。普通はカタカナの。カタカナはここは繋がってんだよ、ね。普通は他にもう一本ある人が多いけど。普通はカタカナのラみたいな。そう、ラによる感じの人なんだけど、ひらがなの手みたいになるんだよね。マスカケ線。マスカケ線が。うちも息子がそうだ。これがなんか、やっぱり天下取りの層だと。ただ、ものすごく、やっぱり具が強いっていうのと、
まあ周り、わがままで、うん、とにかく周りを、うん、あもうお盆賞ね、もう巻き込んじゃうみたいな、うん、もう大当たりなのよ、お盆賞、ね、あそうですか、うん、ですごいんです花輪さんつって古文師匠、うん、同じなんですって、その二人だから喧嘩しちゃう、うん、あそうなんだ、だからなんだって、うん、なるほど、マスカケ戦同士の、うん、手相で分かるのよ、うん、満潮のでさ調べてないのよ島田さん絶対、うん、全然当たってんの全部、うんうんうん、で小本師匠も意外に頑固だからね、うん、って話してて、やっぱすごい当たってますね、とかって言ってた、うん、でその後に鈴風金魚師匠、うん、ね、で生年月日を教えてくださいって言われるの初め、うんうん、だけどそれと鈴風金魚師匠生年月日年齢不詳だ、ね、年齢不詳なんですよ、うん、とかって言ったらさ、うんうん、島田さんがいや、そんな珍しいですね。おじさんの年齢不詳の。いや、金魚賞って女性なんですよ、うん、って、うん。その時点で、あ、本当に調べてないんだなって俺は思うじゃん。うんうんうん、あ、そうですね。そうだったんですか。ううあ、ごめんなさい。顔は知らない。顔知らなかったですよ、って、うんうん。送られてきた写真と、うん、手相の写真、ね。しかない、みたいな、うん。あ、ごめんなさい。って言ったから、より信憑性が俺は増したの。うんうん、確かに。で、ちなみに金魚賞はどういう人ですか、ただなんか二重にあって、うん、感情が人の全部2倍あると。うん、嬉しい時、悲しい時とか。うん、そういうのも全部2倍で。リアクション大きいからね。リアクション大きいじゃん。うん、それも全部当たってんだよ、うん。で、じゃあ、青空一歩、三歩師匠っているんですけど、うん、どうですかっていうと、うん、青空一歩師匠は、とにかく頭脳戦がほとんどないと。うん、もう、ものすごく頭が悪いっていうのははっきり。うん、それもなんか、確かに、確かになんかこう、当てはめようと思ったら当てはめられるし、なんかこう、あと青空三歩師匠って師匠はね、うん、すっごい女好きなんだけど、うん、はっきり出てるのアブノーマル線っていうのがはっきり出てる。ちょっとか、俺調べてんじゃないかなっていうぐらい。ね、もう全部当たってて、うんうん。すっごいだから師匠とかに早く教えてあげたかった。うん、で、ビッグボーイズっていう芸人さんいるんだ、もう40年ぐらいやってて、まあ、全然売れてないんだけど、うん、そのビッグボーイズの鍋和夫師匠っていうのは、うん、なんかすごい珍しくて、こう、大きな楕円みたいのが手の中にあって、うん、で、これを、ぐる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 回るんだけど、うん、これがあと3年ぐらいしたら、うん、絶頂期に入るから、うん、だから絶対やめない方がいい。3年後に、うん、3年ぐらいしたら。ビッグボーイズ絶頂期来るの？絶頂期来るって。3年後に、うん。もうだから、続けた方がいいって言ったりして。まあやめた方がいいっていう人は別にいなかったんだけど、うん、うんうん、なんかそういう手相でね。ビッグボーイズ3年後か。イメージできますか？何だよ、何で来るんだろうな。いや、だってもう忘れてる。もうだって、うん、ビッグボーイズ師匠を紹介するようになって、もう15年ぐらい経つ、ね。15年経つよ。名前はね、よく聞きます、ね、うん、そうでしょ、うんうん、で、いろんな番組出てますもんね。紹介が足りないんだろうね、だから。足りない？うん。紹介してるからなんじゃないの？紹介をやめたら。やめたら来るのか。うん、自力で来るのか。だと俺は思うよ。じゃあもうやめる、もう紹介ビッグボーイズもうやめてる。やめてる、うん、ちょっと前からやめてる、ちょっと前から実は若手に切り替えてます。切り替えてる。もう師匠がいないからね。うん、でちなみにね、なんか島田さんと会うから奥さんも見てもらいたいんだって、手相、うんうん、で写真撮ってね、終わった後にね、うん、うちの奥さんの手相これ見てくださいよって言ったら、うん、なんか揚げまん線がすごいですね。おお、だから花輪さんは全部奥さんのおかげで、うん、今成り立ってます。花輪さんは全て奥さんのおかげで成功してますって言ってあげてくださいと。うんうんうん、で、あと真ん中に十字の、十字クロスの線があって、これは神秘線、うん、神秘十字線って言って、うん、なんか奉仕の力とか、うん、人のためにとか、うん、そのもともとすごい人だから、うん、あと神秘的な能力に守られてるから、うん、すごい線ですよっていうのも言ってくださいって言ってた。うんで今日朝言ったらものすごい喜んでましたね。それ一番喜ぶでしょ。すごい、その数、夫婦円満にもする。夫婦円満にもするというね。そうね、うん、すごいな、手相は、うん、そう。子供生まれたらまず、うん、見てくれたからね。だから14年ぐらい前に。赤ちゃんの時の手相って、赤ちゃんの時の手相でもうすぐ占ってくれた。そう、同じだから、そのマスカゲで、って言って、そう言ってくれたから。そういうのもなんかね、うん、とにかくいっぱい見るっていうね。そうだから、いっぱい見てね。見たいんだもんね。いいんですかって言ったら、うん、いや、もう見たいですよ。見たいですって言ってくれて。そうそう、たくさんこう見るのが勉強なんで、ってね、言ってくれるから、いいよね。なんか漫才協会いないね、でも手相を見る人ってね。なんかあんだけいて、
占いをする人がそんなにいない、ね。確かに占いにね、行く人いますけどね。占いキャラあんまいないね。意外と。いないね。いるのかな、やってる人とかなんか探したらいるのかな。占い部みたいなないんですか、スピリチュアル部。もうスピリチュアル部にないね。スピリチュアル部って何やので風水とか、占いとか、まあそういうの好きな人いるじゃないですか。好きな人調べたらいるかもしれないね。パワースポット巡りとか。大きく言うと。都市伝説とかね。ああ、都市伝説とかの方がまあ男性は好きな人多いか、好きな人は多いかな。占いはあんまりあれかな。怪談話も、福田師匠と、もうその辺だけか。森さんとかだけ。あんまりいないもんね。春風福田師匠って。はもうすごいらしいよ、ね、やってるけどね。本当に見えるらしいから。その怪談話が全くないんだけど、その、全くゼロの人が、その、島田さんとかに教えてもらって、できるもんかね。怪談話って。なんか、一個ぐらい、40何年生きてたら、いやー、不思議なことでしょ。不思議なことってあるでしょ。なんか、あそこで、音がしたとかない？ああ、まあ、だから、一個だけあったのは、その旅館に泊まった時に、なんか、外で、花火をやってる若者みたいな音が聞こえて、ちょっとうるさいなってなって、でも翌日、家族誰も聞いてなくて、旅館の人に言っても、誰も、いなかったですよっていうのは、一回だけあったけど。これをなんとか、仕上がんないかね、その、島田さんに言ったら、ね。それは、まあ、旅館のね、だから歴史とか、ちょっと古くは、ここに何があったとか。この旅館でね、なんとかやってもいいとね、つってなんか、最近ね、清水美智子さんが、その、花田さんの稲川淳二絶賛してますけどね。花火出ましたね、そこにね。パラパパーンつってなんかね。うるさいなーって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 。見れないなーって。舐めましたね、そこでね。とか怖い話ないの、ケイちゃん。怖い話。階段。そう、で、心霊系の怖い話はないですね。ねえ、なんでみんなあるんだろうね。ないの。霊感みたいのも全然ないし。困るよね。なんか一個欲しいよね。霊はなくても人コアなんで、あと人コア。あ、人コア系はまああるわ。一個間違えたら、危なかったっていう。あ、ある？ありますけど、ちょっと話しにくい。あ、ちょっと話しにくいぐらい、ちょっと本当のやつっていうか。うわ。あ、そう。私のじゃないですけど、母親が昔経験したやつで、普通に楽屋とかで話してもみんな、おーってなるんですけど、ちょっとなんか問題ありそうな気がするので、やっときます。そうか。あー、気になるよね。人怖いよね。人怖い怖いです。人怖なぁ。ないかね、なんかね。人怖だよ。流行りは人怖。流行りは。流行りは。人怖のが多分あるんだよね。まあそうですね。霊感とかないから。まあ信じる、信じないみたいな話になっちゃうじゃん。霊感の話って結局ね。それよりはやっぱ人怖の方が。そうですね。いや、そうだな。怖いね。まあなんか、怖くなかったけど、実はいい人だったけど、すごい初め怖かったみたいなことでもいいんだけどね。あ、感動エピソードみたいな。感動。俺はだから、2年前に宮古島で、ちょっと車を、ちょっとぶつけちゃった時に、その横に、いた、おばあちゃんが、ものすごい勢いで、スピードで走ってきて、うちの娘2人を抱えて連れ去っちゃったのね。で、それなんか、もうそれ一瞬誘拐というか人怖じゃん。だけど、結局そこの場所が、とにかく、事故が多くて、一時停止とかがない場所で、必ず東京から沖縄来た時にレンタカー借りた人がここでぶつけちゃうとこなんだと。で、それ警察に何回言ってもここに停止につけてくるんだよね。サトウキビ畑があって、見通しがとにかく悪いんだとね。で、そのバーンってぶつけた時に子供が泣くじゃない。その泣いた子供を、なんか毎回、馬を飼ってる人なんだけど、自分の馬を見せて心落ち着かせてるおばあちゃんだったんだけど、だけど、あまりのそのぶつけた瞬間ぐらいの速さで走ってきてさらってったから、なんかもう警察に電話するときにこれ、事故なのか誘拐なのかわかんないぐらいの、ちょっと怖い話だった。それは人怖じゃないんだけど、一瞬なんか誘拐なのかなって。
絵が面白いという、うん、怖いからね、うん、そういうのもその前にちょっとおばあちゃんのこう振りをしといてね、確かにね、なんかこっちをこう見つめてるおばあちゃんがいたんですよとか、なんかそんな感じにして持っていくと怖くなる、沖縄にね昔から山まで呼ばれていてみたいな作りすぎじゃないですかちょっと申し訳ない、そうなってくると。そう、それはね、おばあちゃんに申し訳ない、それは。本当の話だから、そうですね。俺もね、なんか申し訳ないと思って、ね、うん、なんか。あんまりそこをね、通り過ぎちゃうっていうのはあるよ、ね、うん、だけど結構ね、白髪で、すごい細くて大きいおばあちゃんになってた。あんまりいないですね、大きいおばあちゃんって。いないでしょ。なんか、すごいスラッとして、ジーパンとか履いて、白髪のおばあちゃんだから、なんか、いまだにあのイメージは結構怖いんだよね。すごい速さで。抱えて、うん、大丈夫だからねっつって大間さん見たねっつってそれで落ち着くっていうのもわかんないですね、でもそのパターンなんだ、いつも夏休みどこ行きたいって子供に聞くと、うん、また宮古島行きたいって言うから、うん、あ、じゃあ、いい思い出になってくれたんだって、ね、うん、そういうのでもいいよ、うん、あ、じゃあ怖い話ではないんですけど、うん、あったかい話でもいいよ、あったかい話っていうか、うん、ただの勘違い、うん、またそのいいような勘違いというか、うん、超コロナ禍で最初の頃で、うん、もうみんなもマスクしてない人なんてありえないみたいな時期に、うん、まあ、私も当然マスクして、もう外でもみんなマスクしてるみたいな時期だったんですよ、うん、で私もやっぱ怖いからと思ってマスクして歩いてたら、うん、向こうからおじさんが歩いてきて、うん、なんかマスクをパッと取ったんですよ、うん、でそこのとこにあった花壇の方を口が向けたんですよ、うん、でこれ絶対に唾を吐くと思ったんですよ、うん、このご時世に痰や唾を吐くなんて今ね、うん、そういうご時世なのにって思ったら、うん、鼻の香りを嗅いだんですよ、うん、知的と思ってどうですか、曲がった目で見てたね曲がった目で見ちゃったと思って、コロナ警察みたいになっちゃったと思って、いい、ね、あ、ごめんなさいおじさんと思ったっていう、これは、うん、コアゆるです。ボキャブラみたいな。ボキャブラみたいな表が出てきた。コアホコ。コアホコ。コアホコです。コアホコ。コアホコのコーナー、皆さん募集してますんで、よかったら送ってきてください。それではね、そろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today.Without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日は2時台にトム・ブラウンの2人が来てくれます。はい、そんな中皆さんのメールを募集します。今日のテーマはこちら。同級生。はい。先週、花さんが地元、我孫子で小学生の頃の同級生とプチ同窓会をして、小学生の頃の花さんは大きかった。野生児、そうね。公園で大声出してたという意外な真実が発覚しました。リスナーの皆さんの同級生にどんな人がいたのか、エピソードとともに送ってください。はい。ウォッチャーさん。うん、私の姉が、友達の兄と結婚しました、友達だった同級生が義理の兄弟になって嬉しかったんですけど、数年後に姉夫婦が離婚をしてしまって、今では気まずくて一切連絡を取らない関係になってしまった。あらー、もともと同級生だったのに、うん、それで疎遠になっちゃったけどね、一回親戚になって、確かに、確かにちょっと気まずいか、気まずいっすね、ちょっとね。でも弟妹同士だったらなんか平気そうだけどね、関係ないじゃんね、別にね、と思っちゃうけどね、ちょっと会話の中でよぎるのかもしれないね、まあ、円満離婚じゃなかったり、ね、そんな感じだよね、その理由がにもよるのかな、初めは嬉しかっただろうけどね、いっぱいいそうですね、こういう、そうですね、同級生というね、ね、はい、それではケイちゃん宛先お願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。火曜日は黄色のサインペンとなっております。メールには住所、本名、電話番号も忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分までよろしくお願いします。お聞きの番組はFM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。
日本放送ラジオリビングおすすめスーパーストーンバリア包丁。抜群の切れ味と驚きの軽さ、使いやすさ、研ぎ木付きで税込み9900円。スーパーストーンバリア包丁、お申し込みお届け返品については0120-1242-86 まで。佐野厄除け大師の佐野水御地蔵尊ではお彼岸供養の申し込みを受け付けております。秋のお彼岸には佐野厄除け大師の水御地蔵尊へどうぞ。ご遠方の方はお手紙でお申し込みください。お問い合わせは 0283-22-5229 です。過払い金の確認は 0120-10-10-10。 忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、圏央道が事故で渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは幸手インター付近で大型トラック2台の事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で6キロ、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停付近で工事のため2キロの渋滞です。第三京浜の上りは江北インターで緊急の工事のため2車線が規制され2キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回りの芝公園入り口付近で事故のため汐留までの渋滞、さらに外回りの霞ヶ関トンネルに故障車が止まっているため1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お伝えします。アスラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はチャップアップ、交通事故のない社会を目指して JA 共済、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ZOO。 他の番組はリスナーさんにプレゼントを出すのに、この番組はリスナーさんからプレゼントをいただくという、まあ、なんか間違ってないか。新法二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。リスナーの絶対間違ってるぞこれ。支えられて、おかしくないか。さあ、ナイツザラジオショー、この時間は日替わり企画です。火曜日は月一特別企画をお送りしています。こちら、ダイヤモンド野沢のクイズ面白まるまるしています。はい、できます、お願いします。第1問、面白ですが、ですが、面白ですか、あー、つまらないものですが。違います。みたいな、みたいなことですね。まあ、そういうですが、なんとかですか、弱敗者ですか。言っちゃいます。弱敗者。なんとかですが。なんとかですが。まあ、いっぱいあるよね。まあ、いっぱいですね。何系も普通の会話というか。会話？なんとかですか。謙遜系？謙遜。謙遜系。そうですね。謙遜。まあ。謙遜系？手前味噌ですが。言っちゃいますね。面白いですけどね。なんか。なんだろう。謙遜かな、何なんだろう。いけますか、正解は。
お言葉あ。お言葉ですが。本当だ。あ、出てこないわ。お言葉ですがって何でしょうね。よくわからないんですけど。何でしょうね、お言葉ってね。その人が言ったこと全部含めてみたいな。そっか。返すときに言うよ、ね。返すときに。お言葉ですが。返すとき前は黙ってないか。あ、お言葉ですが。お言葉ですがってね。本当だ。みたいな感じですね。はい。はい、なるほど。第2問。面白逃げ方。逃げ方。逃げ方。どういうこれはだから言葉ですね。逃げ方を言えばいいってことでしょ。そうです。死んだふりみたいなこと。あ、まあ、ね、そういうことです。まあ逃げ方ですね。逃げ方、そういうことというか、逃げ方の様子というか、後ずさり。なあ、違います。逃げ方、逃げ方、逃げ方ってなんかある。そんなに一目散。ああ、違います。そういうこと。うん、まあそう、逃げる、なんか、なんか言うな、こういうふうに逃げることっていうか、表す。逃げとはつかない。逃げとはつかない、ね。逃げとはつかない。けど、逃げ方なんだね。逃げの方の表現というか。どういう逃げ方なんですか。擬音みたいな。擬音じゃないか。スタコラサッサ。あ、そうです。ああ、わかる。よくわかったね。スタコラサッサ。本当だね。スタコラサッサ。どっからその音してるんだね。確かに。スタコラサッサって逃げ方なんだ。足音なのかね。スタコラサッサ。スタコラサッサッサのさ、あのね。逃げ方です。面白い。確かに。面白い、面白い。無理やり、なんか、無理やりジャンルを作った。ジャンルを作った。フォルダーを無理やり作った。第3問。はい。面白に生まれた。え？に生まれた。生まれた？面白に。面白でしょ？に生まれた。何々に生まれた。何々に生まれた。なんだって答え。偶然みたいな、なんかあの、はいはい、自己的にみたいな、なんか、はい、そういう系。そういう系というか、まあそうですね。なんか、あ、なんとか的にみたいな、なんか。なんとか的に。なんて言うんだっけ、そういうの。なんかでも聞いたことあるな。ドラマとか見てたらこう出てくる感じかな。とかに言う。なんか、奇跡的に、なんか、なんて言うんだっけ、そういうの。望まれずに生まれた。望まれずに。嫌でしょ。マイナス。面白って言いたい。面白ではない。え、なんだろう。なんか言う、こう言うなっていう。まあ、いきますか、正解は。そういう星のもと。星のもとね。ゆるゆる。星のもとに生まれた。星のもとに生まれたんだ。ああ。なんだろうね。本当だね。なんか星のもとなんだ。星のもとってね。なんだ星なのか。うん。みたいな。確かに。なるほどね。はい。じゃあ、第4問。面白オールスターズ。え？え？面白オールスターズ。オールスターズ。え？意味わかんないんだけど。サザン以外。なんとかオールスターズですね。なんとかオールスターズ。サザンじゃない。なんとかオールスターズ。え、なんだろう。なんちょっと芸能ですか。芸能関係ですか。芸能、まあ芸能っていうか、まあ芸能、うん。え？うん？スポーツとか。スポーツとか。サスケオールスターズ。ああ、違います。違うんだ。そうだね。それ。ええ。アイドルとか？アイドルみたいな。アイドルみたいな。あ、でもこれ。これ言うんですけど、多分絶対出てこないんで、言います。プリキュアです。え、そうか。何それ。プリキュアオールスターズ。プリキュアオールスターズって言うんですよ。プリキュア。今までのプリキュアの全員。あ、それウルトラ兄弟。ウルトラ兄弟集合みたいなこと？見たことないよ、プリキュア。見たことないですけど、面白じゃないですか。面白じゃないよ、見てる人は。見てる人はね。プリキュアオールスターズだったか。怒られそうなやつです。じゃあ、最後。面白騒動。米。あ、違います。お家。あ、違いますね。騒動。サッチー・ミッチー騒動。正解です。すごい。確かに、あれは面白かった。当てれるだろうな。すごい。あれしかないもん。あれ騒動なんだね。面白騒動もあれしかない。あれしかない。ちゃんと騒動ってついてる。あれ騒動なんだ。喧嘩とかじゃなくて。本当だね。騒動なんだね。騒動なんだ。サッチー・ミッチー騒動。令和のサッチー・ミッチー騒動がフワちゃんに出すことだ。そうだった。そうですね。さあ、今月も楽しかったですけども、野沢くんなんかお知らせありますか？来月のあの、あ、来月じゃ、今月9月15日に、あの、渋谷の無限大ホールでちょっと単独みたいなことをしますので、あの、チケットありますので、よかったら、21時から9月15日。はい。お願いします。配信もあるんですね。
はい、配信もございますので、以上ダイヤモンド野沢クイズ面白丸々でした。ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送ザ・ラジオショー。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。過払い金の確認は0120-10-10-10。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方からの感想をご紹介します。私は息子の結婚式のためにカードで借金をし18年かけ完済。完済後夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。電話代はタダですし、電話だけはした方がいいと思います。さあ、今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はあ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はあ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なのでご家族の確認はとても大事です。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。The Radio Show。続いてハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜今24度、冷たい雨降りとなっています。もう本当雨続きですが、中秋の名月あたりお天気どうなるんでしょうか。9月14日から18日まで横浜の三景園では寒月会が行われます。今年の中秋の名月は9月17日火曜日、満月は9月18日水曜日です。お月見と音楽を楽しむイベントで、コロナで見送られていたので3年ぶりの開催となります。期間中はライトアップされた古建築をめでながら21時まで庭園散策を楽しめるほか、大規模修理が完成しました臨春閣を舞台に日替わりで開催される演奏を無料で鑑賞いただけます。日替わりで雅楽や箏曲など様々な演奏が行われます。この臨春閣は2018年の寒月会の後はすぐ修理に入ってしまったので、ここでの開催は本当に久しぶりになります。臨春閣の前の芝生に直に座ってご覧いただくんですが、後ろが山あいになっているので音が反響してとっても幻想的な空間となるそうです。ご覧いただくための注意事項はチラシやホームページでご覧ください。もちろんその芝生にいらっしゃらなくても演奏は聞こえてくるので、歩きながらお月見も楽しめそうです。
今年の月はどこら辺に上がってくるのか、うまく三重の塔にかかってくるのか大変楽しみです。9月14日から18日まで、秋の夜、情緒あふれる空間で日常を忘れるひとときをどうぞお過ごしください。以上、横浜のスタジオより久米亭がお届けいたしました。久米さん、今日のテーマ同級生っていうね、はい、テーマなんですけどね、同級生は思い出はありますか？そうですね、ちょっと久しく高校の友人とか会ってないんで、ね、今どうしてるんだかみたいな感じで、たまにね、同窓会とかね、そうなんですね、少人数でもいいから。私なんかクメってこう呼び捨てにされてたんで、こう同窓会とかで急にクメとか呼ばれると、なんかすごいドキドキしちゃう。ああ、ドキドキしちゃう。なんかクメって呼ばれてたね。あんまりクメとか呼び捨てに今されないじゃないですか。そうですね。確かにね。はい、今同級生ならではですからね。ありがとうございます。はい、失礼いたします。8年ぶりに日本再上陸、ブルーノートジャズフェスティバル in Japan 2024。9月21日、22日、有明アリーナ。21日土曜日の出演は、ナズ、パーラメントファンカデリック、フィーチャリングジョージ・クリントン、and more。チケット好評発売中。詳しくは、日本放送イベントホームページまで。時刻は1時52分です。続いて、東武野田線、鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、小永井さんお願いします。はい、お伝えします。政府は今日の閣議で電気やガス、ガソリンなどの価格を抑える補助金の財源に今年度の物価高騰対策の予備費から9891億円を支出すると決定しました。林官房長官の午前の記者会見です。燃油激変緩和措置を年内に限り継続するとともに、国所乗り切り緊急支援として8月から10月の3ヶ月について、電気・ガス料金の補助を行うこととしております。電気やガス料金の補助は5月使用分で一度終了していましたが、先月8月から来月10月にかけての使用分の負担を軽減するため再開しました。一方、ガソリンなどの燃油の補助は年内に限って継続する方針で、政府が石油元売り会社に補助金を支給して、レギュラーガソリンの全国平均小売価格を175円程度に抑えるようにしています。ただこれで政府が物価高騰対策の予備費として設けた1兆円の枠はほぼ使い切ることになります。次に、スーパーなど一部店舗で米の品薄が続いていることに関連し、坂本農林水産大臣は今日の記者会見で、2024年産の新米の店頭価格について、平年より割高感があるだろうと述べました。新米の価格については、この品薄状態でありますので、平年よりも多少の割高感はあるというふうには思っております。その上で、2024年産の米の価格について、JA グループが生産者に前払いする概算金が前の年より2割から4割ほど高いと承知していると話しました。一方で坂本大臣は、大阪府が要請している政府備蓄米の放出については、年間を通じて供給が不足する場合の対応だとして、改めて慎重な考えを示しました。おしまいに、関東甲信地方は大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に大雨となっているところがあります。現在、千葉県館山市、鴨川市、南房総市に5段階のうち警戒レベル4に相当する土砂災害警戒情報が発表されているほか、千葉県の一部地域に大雨警報が発表されています。気象庁は、関東地方では今日夕方にかけて大雨に警戒。また関東甲信地方では明日夜遅くにかけて土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。この時間のニュースは以上です。小永井さんでした。ありがとうございました。野崎建築工業はあなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは販売、施工、アフターサービスまで自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。ナイツ、The Radio Show。綿貫さんですね、はい、先日乗った飛行機に小学生ぐらいの女の子が初めて一人で乗るということで、うん、
CA さんに付き添われて乗ってきました、うん、しばらくすると女の子の隣の席にこわもてのおじさんが座り、うん、女の子は気にすることなくおじさんに話しかけていたのでヒヤヒヤしながら見ていると、うん、おじさんが一人で乗ってるのすごいね、うん、と声を高くして褒めていました、うん、降りる時も棚から物を下ろしてあげたい、うんうん、人は見た目で判断しちゃいけないと反省した出来事でした。こわちです。こわほこ、こわほこですね。これはこわほこ、うん、こわほこ、こわほこ、こわちって何ですか、うん、怖いのに知的なやつはこわち。そう、ボキャブラじゃん。バカかチカで分かれんのボキャブラじゃん。こわち、うん、インパクトもあるの、うん、コアパクトはあるコアパクト、コアパクト、あ、全部全部コア、うん、全部コアつけてるだけじゃん、うんうん、コアホコで、これはコアホコ、うん、いいね、コアホコちょっと今日いっぱい出てますね、うんうん、コアホコ来てるよ、まだ、うん、あ、来てる、宮戸川さん、うんうん、道を歩いてたらいきなりお尻を叩かれました、うん、びっくりして振り向いたら見知らぬおばさんが、うん、ごめんね、おっきいアブが止まっててと謝ってくれました、うん、怖い人かと思ったら優しい人です、うん、した、うん、これってコアホコですか、あ、これは、うーん、怖い、コアパクトですね。コアパクト、まだあんまり、あんま審査基準が定まってないです、ね、はいはい、出来上がってないです、出来上がってないです、これなんか数値化ができてないです、全然出来上がってない、チャートが、うん、チャートが出来上がってない、コアパクトですか、これ、うん、コアパクト、いけるか、これ、うん、いいですか、はい、魚女さんです。中学の同窓会に出席した際、話したことのない同級生 A 君に、うん、あのさ、中学の時俺のこと好きだったんでしょ、うん、と言われてびっくり、うん、彼はモテるタイプではなく全く接点もない人だったので、なぜそんな話題になったのか聞いてみると、うん、当時私と仲の良かった B ちゃんから聞いたとのことでした。 A 君は B ちゃんに思いを寄せていたようで、おそらく賢明な B ちゃんはそれを察し、告白を避けるために魚女ちゃんが A 君のこと好きだって言ってたよと言ったようでした。なるほど、10年も経って、しかも仲良くない人に対して全然好きじゃないよというのも失礼ですし、お互いに非常に気まずい空気になってしまいました。時限爆弾を食らったような気分でした、という一コアのテーマで来てます。一コアだけどね、それダメだよね、まあ、同級生というテーマでもあるしね、なんかやだね、それね。これは何に当たりますか。これコアチでしょ、だって知的じゃん。知的の基準結構、うん、これコアチ、コアチ、あ、これコアチなんだ、知的か、コアチ。俺もでもタモリさんに対して同じこと思ってたよ。え、どういう基準なんだろう。確かに、インパクチってなんだろう、インパクチなんだろう。バカパクがいいんだよね。バカパクしか面白かったよ、とにかくバカパクだよね。インパクチってなんだろうな。タモさんなんか、あの、あれ空耳はの時はもう全然全然高価な商品出さないっす。手拭いで。今日基準おかしいなと思って。基準に疑問だったんだ。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。中古車の軽油決算セール開催中。売れて売れて車が足りない、だからあなたの車高く買います。車を売るなら軽油、軽油。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。小学校で注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。お客様に感動と安心を。ヨドバシカメラは広い売り場に豊富な品揃えと商品知識、冷蔵庫、洗濯機、テレビもスピード配達、カメラ、AI パソコン、調理家電も豊富な品揃え。スマホのことはまずは相談カウンターへ。ネットでのお買い物も送料無料でスピード配達、消費税込み特価から 10% ポイント還元。お店でもネットでも。
recording the same script in our ears. So now I'm late, not sleeping. I scroll through my feed in bed. Share memes, conspiracy theories, spreading the truth to the web. I know they're making the fog stay, and 5G is rotting my brain. I see the chemtrails they spray, and we live on a flat plane. You're into the same thing, you're my kindred theorist. Hope our names are touching on the government watch list. I'm covering my webcam and using VPNs, using encrypted messaging to dodge the NSA's lens. I found a forum online, and that is where I met you. Our favorite theories and sift through hidden clues. I know they're making the fog stay, and 5G is rotting my brain. I see the chemtrails they spray, and we live on a flat plane. You're linked to the same thing. You're my kindred theorist. I hope our names are touching on the government watch list. You plan to meet in secret at a place off the grid. Wore tinfoil hats for safety and talk of things they forbid. Amidst the lies and cover-ups, we found something pure and true. Our hearts aligned in sync as our suspicions grew. I know they're making the frogs gay, and 5G is rotting my brain. I see the chemtrails they spray, and we live on a path lane. You're into the same thing. You're my kindred theorist. Our names are touching on the government watch list. To my assigned agent Steve, I named that last week. Hope he enjoys my late night posts and theories that I leak. We know they're making the fog stay, and 5G is rotting our brains. We see the chemtrails they spray. Oh,